タトラ T3 タトラ T3RF タトラ T3RF はかつてチェコのプラハに存在した鉄道車両メーカーの KD タトラが製造した路面電車車両。同社が展開していたタトラ T3 やタトラ T3R をもとに車体設計や機器の近代化等の変更が施された形式で2000年に倒産した同社が最後に製造した車両の一つだった。 1990年代以降、KD タトラは長年製造していたタトラ T3 の改良型車両であるタトラ T3R を開発し、チェコのブルノ市電やプラハ市電に向けて導入した。これに続き、ロシア連邦の各都市へ向けて製造されたのがタトラ T3RF である。インダストリアルデザイナーのパトリック・コタスが設計した心臓形の全面デザインや、 カッター運転台の車体、電力消費を抑えた電気子直波制御装置など基本的な構造は T3R に準じていたが以下の点で差異が存在した。T3RF 合計8両が製造された T3RF のうちロシア連邦の都市に導入されたのは以下の6両であった。T3RF 当初の計画ではサマーラ市電には4両の T3RF が 導入される予定だったが、うち2両は完成後に納入がキャンセルされたため、チェコブルノの路面電車である、ブルノ市電で使用されることになった。これに合わせ車内音声装置や車内、案内表示装置の搭載、運転台への冷房装置の設置、手電動機の交換など、ブルノ市電での運用に合わせた各種改造が実施され、2002年から2両編成を、 組んで営業運転に使用されている。ありがとうございます。